小さな子供がいるママやパパでも国会議員として活動がしやすくなるよう、野田総務大臣や蓮舫参議院議員らが与野党の垣根を越えた議員連盟を発足させました。国会の中に子供を連れてきても全然問題ないんだと、やっぱこの子のこの子たちの将来のために私たちは一生懸命喧嘩したりしながら仕事をしているわけですから、もっとそういう意味では子供フレンドリーな場所として国会があっていいんじゃないかなと思っています。設立総会には会長の野田大臣をはじめ、自民、公明、立憲民主などの9つの党からママやパパの議員およそ40人が参加しました。今後国会内を含む国会周辺での保育施設の充実や子連れでの国会出席の在り方などを議論し、国会議員も子育てしやすい環境の整備を目指します。